ちゃいカメラを乗せて空を飛んでいる気分を味わいたい。最近流行っているもんね、ドローン欲しいよね。バイトを3つ掛け持ちして必死で働いて、ようやく手に入れたお高めのドローン。朝はコンビニ、昼はカフェ、夜はライブハウス。労働基準の法のギリまでギリまで働いて、無理に働いて、ドローン買ったのに、ドローン買ったのに、法律変わって飛ばせなくなった。ドローン買ったのに、ドローン買ったのに、法律変わって飛ばせなくなった。大阪市内の全ての公園でドローンの飛行が禁止された。僕は一体これをどこで飛ばせばいいんだろう。自分の土地を買わないといけないんかな。どれくらい頑張れば土地買えるんやろかな。労働基準の法規やけど守ったもんだから、改正された航空の方の方も守らなきゃ。ドローン買ったのに、ドローン買ったのに、法律変わって飛ばせなくなった。ドローン買ったのに、ドローン買ったのに、法律変わって飛ばせなくなった。柴田さん、これドローン買ったん？これ。はい。バイトいっぱい頑張って。はい。もう結構高かったんじゃん、これ。はい。柴田さん、これちょっと言いにくいんやけどさ、はい、なんかドローンの法律変わったらしいで。朝はコンビニ、昼はカフェ、夜はライブハウス。労働基準の方のギリまでギリまで働いて、無理に働いて、ドローン買ったのに、ドローン買ったのに、法律変わって飛ばせなくなった。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 法律変わって飛ばせなくなった。法律変わって飛ばせなくなった。法律変わって飛ばせなくなった。